one. 温泉、それは地中から湧き出る温水、摂氏25度以上の硬水及び水蒸気、その他のガスのことである。温泉の効能はその主成分により細かく分かれている。しかし入るとああと簡単の声を漏らさずにはいられないのはどの温泉も同じだ。温泉は紳士淑女の社交場としての価値も大きい。裸と裸の付き合いの前では文字通り隠し事など不可能だ。タオルなどという薄い布切れ一枚では人と人との心のフィールドを邪魔することはできはしない。男性と女性が同じ温泉に入ることはできない。男湯、女湯と厳密に区別され、その間は富士山より高い壁で仕切られている。過去に何度もその壁を登ろうとした猛者もいたが、無事に生還した者は皆無だ。温泉とは癒しである。温泉とはロマンである。温泉とは素晴らしいものである。 Curia, please.結局、神楽さんを見つけることはできませんでした。でも、明日も任務は続きます。今日のところは、温泉で疲れを流すことにしましょう。お嬢様？ヨミさん！のんびり温泉に来ているということは、まだ神楽さんを始末してはいないようですね。ええ、その通りです。そう。それは安心しま…危ない。床は滑りやすいですからお気をつけくださいね。お嬢様、助けていただいたのはあれですけど、あの、そのお嬢様の手が…え、もみもみ…あ、ごめんなさい、違うんです。私別にそんな…もみもみ。わかりましたから離してください。でも私も滑ってしまって、もみもみ。Yoruga, please. いやらしいですわお嬢様。もう話しましたから、これで大丈夫です。思わぬ先制攻撃でした。でも私もやられっぱなしというわけには。お嬢様、いつかあなたが言っていた裸で会話というもの、今ここでやりましょう。え、ただし語り合うのは言葉ではなく剣と刀で。 I believe I've heard about this mission before and it being absurdly difficult or something.イカルが舞い忍びます。いざ真紅の道に舞い散れ。こうやってまじまじと眺めていますと、お体の方も豊かなのですね。見ないでください。あなたこそ立派な胸ではありませんか。そんなことありませんわ。ただ栄養が全て胸にいってしまったみたいで。お肌のキメも細かいですし羨ましいです。お嬢様こそ張りのあるお肌ですわ。どんなお手本に様に顔向けできない技ありプレをされているんでしょうか。そんな技あり。私は別に特別と頼わなきゃ。技あり。別なことなど何もせずとも
そんなに美しいお肌を維持するなんて。でもヨミさんの方がお肌は綺麗です。いいえ、お嬢様の方が美しいお肌です。お待ちください。なぜ私たちは褒め合いを。わかりません。戦闘中なのに。そんな技あり。気を取り直して、いざ。お兄様に顔向けできない。技あり。振り刻む支援方向一試験まだですわ。やっと手が無水。支援方向一試験ですね。いいえ、まだまだです。貧乏生活で養った体は頑丈だけが取り柄です。ひ弱なお嬢様と一緒にしてもらいたくありません。ボインとボインの大喧嘩、なんとかして覗けんか。旅の恥は書き捨てじゃんか。なんとか勇気を出せんのか。なんですかこの奇妙な歌は。この声は。よ。どうやら私たちの声を聞いて隣の男子浴場で殿方が興奮しているようですね。なんか冷めてきましたわ。仕方ありません。ここは一旦休戦にしましょう。よ。止め人間になりたいと切に願う。わかりました。それが妥当だと思います。当然の評価ですね。また強くなりました。なんであんたがおるん。うわ、びっくりした。もっと存在感出してくれよ。心臓止まるかと思っただろ。あんたが存在感出しすぎなだけや。それにわしは今来たところやし。ああ、そうなのか。なかなかいい湯だぞ。楽しんでこいよな。それだけでええの。戦いはせえへんの。はあ、わかってねえな。温泉といえば非武装中立地帯。裸になれば善人も悪人も抜け人もノーサイドさ。せやな。それはお、いちご牛乳いいね。あたいも大好物なんだ。でも普通は風呂上がりじゃないのか。わしは風呂前に飲むんや。そうか、人によって違うもんだな。よし、あたいも買いに行こうっと。このいちご牛乳が最後の一本やったで。なんだって。
殺撃、マイシノノメ。いざ真紅の道に舞い散れ。なんのなんのノーサイドちゃうんか。確かに善人と悪人にとっては非武装中立地帯だ。だけどナスイチのイチゴ牛乳となれば話は別。その一本はあたいがいただく。っていうかなんてこった。技あり。このイチゴ牛乳飲みかけやで。関係ないね。どないしてくれんのこれ。いちご牛乳はいちご牛乳だ。なんちゅう執念。ああ脱げてもうた。技あり。いくぞ。技あり。我慢な。ぶっ刺し。ぶっ刺し。技あり。ご会長だ。技あり。やられた。わしの負けや。せやけど負けたからといっていちご牛乳を渡すわけにはいかん。あー全部飲み干しやがった。悪いの。わしは中途半端に残すの嫌いなんや。かっくり。そうか、もう帰ってこないんだな、あたいのいちご牛乳は。だったらあたいは風呂上がりに何を飲めばいいんだ。すまんの。あと残ってたのは京都限定の宇治抹茶グリーン牛乳ぐらいや。何？京都限定？せや。テンション上がってきた。それでも全然いいじゃないか。早速買いに行くぜ。おい、服着るの忘れとるぞ。まあええか。あいつは着ても着とらんでもあんま変わらんし。あれ？おかしいな。温泉は戦いの傷を癒す場。つまりここで争うのは愚の骨頂。というわけで休戦協定だ。じー、どこを見ている。俺の胸に何かついているのか。じー。おい、
無視するな。成長したみたいね。そうか、京都に来てからいろいろあったが、そう言ってもらえると嬉しい。これもお前というライバルのおかげなのだろうな。だがあえて言っておく、俺はもっと成長するぞ。はあ？俺はもっともっと成長する。お前も頑張れ。いくらなんでも嫌味すぎる。二度とそんなこと言えないように、成長が止まるまでぶちのめしてやる。なんだかわからんが、かかってくるのなら仕方がない。相手をしてやるぞ。野牛舞忍。いざ真紅の道に舞い散れ。まったく、温泉では休戦だと言ったのに。そんなの知るか。それにこれは戦いじゃない。私のプライドを傷つけたことへの制裁だ。意味がわからない。わざあり。Every single one of them.心は掘られていない。
野牛マイシナリ、いざ深紅の道に舞い散れ。温泉では休戦だと言ったのに。そんなの仕草、それにこれは戦いじゃない。私のプライドを傷つけたことへの制裁だ。意味がわからない。Like it, bitch. So annoying. この程度、ゾウ様は。落ち着け。どうしてプライドが傷つくんだ。
お前は俺のライバルと言っただけだろ。どこがライバルなのよ。あんたの目は腐ってんの。眼帯はしているわ。腐っているわけじゃない。ライバルじゃないならどうしたいんだ。互いに成長して高め合っていくのは悪いことではないと思うが。高め合うっていうのはスタート地点が同じ人に許されぬ言葉だ。何を言っている。お前も十分にすごいじゃないか。久しぶり、久しぶりだよ。ここまで誰かをギッタギタにしたくなったのは。覚えときな。何だったんだ。難しいやつだ。よくやった方だろう。これも修行の成果だ。ひばり、いい？温泉では難しい話はなし。これは女性の忍びの裏ルールよ。そうだよね。せっかくだもん。温泉を楽しみたいよ。それじゃあ体の洗いっこでもしましょっか。うん。じゃあ私から洗ってあげるわね。ちょっと待った！この色ぼけ女、慣れ慣れしくひばりに触るな。ヤギュウちゃん。何？ひばりから離れろ。ひばりの全裸に触れるなんて100年早い。もう何なのよ、離してったら。こんなところに石鹸が。ヤギュウちゃん。無念、さらばだ。ひばり、ヤギュウちゃんに何したの。何したのって、勝手に石鹸で転んだだけだし。それに死んではいないわよ。頭打っただけだから。はるかさんひどいよ。さすがにひどすぎるよ。こうなったらヤギュウちゃんの弔い合戦だ。いざ真紅の道に舞い散れ。覚悟して、ヤギュウちゃんの仇。だから落ち着きなさいって。落ち着いていられるわけないよ。ひばり、ひばり、許さないんだから。ヤギュウちゃんとの思い出が次々やばいなよ。ちょっとひばり、寝るときに絵本を読んでくれるヤギュウちゃん。激しいのね。何をしてくるヤギュウちゃん。だから別に死んだわけじゃ。許さないよ、はるかさん。これは何言っても無駄なようね。やめろ。
ひれ伏しなさい。激しいのね。やればできるんだ。はい。いただけだ。死んだわけではない。もうだから言ったじゃない。そっかごめんなさい。はるかさん、ひばりまた失敗しちゃった。いいのよ、誤解が解ければ。じゃあこれからどうしようか。そうだ、みんなで洗いっこしない？喧嘩や失敗を水に流すってことで。みんなで洗いっか。どうする？ひばりが洗ってくれるというのだ。従おうとしよう。はい、そこに2人で座って。2人がもう喧嘩しないように洗ってあげるから。ゴシ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 。なんていうのか、ひばりの天然って。ほんと無敵ね。ああ、だが、それがいい。ゴシゴシ、ゴシゴシ、ゴシゴシ、ゴシゴシ。ふぅ、危なかった。授業のせい